しまった。それでは行きましょう。相撲とエクササイズを融合した相撲ササイズの世界へようこそ。それでは早速行ってみましょう。相撲ササイズスタート。いいねまずは朝青龍腰を上げて腰足は何のそんな踊れんの。素晴らしいね。プレゼントありますからお兄ちゃんからね。こちらね、せっかくね上がってきてくれたから、こちら俺がね朝青龍のモノマネしてる時にフリップ T シャツをねプレゼントします。パジャマかなんかに作ってね。どうもありがとうございました。大きな拍手をお願いします。素晴らしい ね。ただ最後ですね、モノマネ一つやった後に次は人形劇の瞳座さんによるね、あの人形劇 のルールをね説明してくれますからね。 T シャツもらったらすぐ帰った ね。それでは最後モノマネ一つ、何かこの人のモノマネやっててリクエストあればその人のモノマネやりたいと思います。何かリクエストあります？この人のモノマネやってってリクエスト、はい、何でしょう。ない？リクエスト。高野花なんじゃないですか。それじゃ高野花のモノマネを一つ。あ、じゃあ縁起物ですから横綱の土俵入りのモノマネをねやります。やってみましょう。大相撲動きモノマネ。横綱土俵入りの所作で関節を伸ばした方がかっこいいのに関節を曲げる癖がある横綱白鵬。皆さんありがとうございました。元気に応援してください。次ひとみ座さんの人形劇がありますので、まだ残って前の方に来てね見ていただければと思います。どうもありがとうございました。赤谷坊主大きな拍手をどうぞ。さあ演技物を見ていただきました。そしてセックスメーターももう最後ということですので最後まで見ていただきました。